どうも、マンボウです。まずはこちらの動画をご覧ください。Guys, look! A birdie! It's pretty! Let's catch it! この動画は2022年現在、YouTube や TikTok で流行しているミームなんです。一体これは何なのか、元ネタは何か、今回の動画で解説していきます。それでは行きましょう。このミームについて知るためにはティーンタイタンズについて知る必要があります。そもそもティーンタイタンズとはバットマンやスーパーマンでおなじみの DC コミックス社のアメコミに登場する10代のスーパーヒーローで構成されたチームのことです。そしてそのコミックスを原作として2003年から放送されたのが今回紹介するミームの元ネタの一つ、ティーンタイタンズというアニメなのです。原作では年代によってチームメンバーが変わっているのですが、このアニメではチームリーダーのロビンとスターファイヤー、サイボーグ、ビーストボーイ、レイブンの5人でチームが構成されています。ちなみにロビンは原作でバットマンのサイドキックとしてバットマンシリーズに登場したキャラクターでもあります。日本では2004年からカートゥーンネットワークで放送されました。この動画を見ている人の中でも懐かしいと思った人がいるのではないでしょうか。そんなアニメティーンタイタンズの新しいシリーズとして2013年から放送が始まったのが今回紹介するミームの元ネタであるティーンタイタンズ GO というアニメです。ティーンタイタンズ GO は以前のシリーズとは雰囲気が大きく変わり、キャラクターが二頭身にデフォルメ化され、ストーリーもコメディ調になっています。比べてみるとこの通り全然違いますね。ティーンタイタンズというタイトルはついていますが、どちらかというとギャグ寄りのスピンオフ的な感じです。ちなみに現在 Netflix でシーズン5まで見ることができるので、気になった人はぜひ見てください。日本語版の声優陣はティーンタイタンズとほぼ同じなので、吹き替え派の人も字幕派の人も楽しめるはず。ではミームの解説に戻りましょう。このミームの元ネタは先ほど紹介したティーンタイタンズ号のワンシーンです。この時サイボーグが窓の外を指差していった Guys, look, a birdie! というセリフがそのままミームの名前となり有名に。バーディーはバードの赤ちゃん言葉で、 Netflix の日本語字幕ではみんな見ろ鳥さんだと訳されています。元になったシーンが出てくるのはシーズン1の43話で、日本版では天才ビーストボーイというタイトルがついたエピソードなのですが、この話ではビーストボーイが頭が良くなる魔法をかけるのに失敗し、逆に自分以外の頭が悪くなる魔法をタイタンズのメンバーにかけた結果、 IQ がアホみたいに下がってしまいます。サイボーグのセリフが赤ちゃん言葉なのはこれが原因なのです。その後のロビンの発言やガラスにぶつかる2人の様子からも全体的におバカなのがわかります。いくらギャグアニメとはいえ、とてもバットマンのサイドキックとジャスティスリーグの一人とは思えないほど残念なことになってしまっていますね。エピソードが放送されたのは2014年だったのにもかかわらず、なぜか2022年になってからこのシーンを使ったネタ動画が SNS に投稿され始めました。 YouTube や TikTok ではキャラクターや音声を別のものに置き換えたパロディや他のミームと組み合わせたもの、もはや意味不明なものまで数多くネタ動画がアップされています。一言で説明するのは難しいので、 Guys look a birdie と検索して出てくる動画を見ればなんとなく雰囲気がつかめるでしょう。皆さんの好きな海外アニメやそれに関連したミームで気になるものがあればぜひコメントで教えてください。いかがでしたか。今回 Guys look a birdie について解説しました。このチャンネルでは他にも様々なミームを解説しているので、海外ミームが好きな人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また解説してほしいミームがあればぜひコメント欄にお書きください。本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。